はい、皆さんこんばんは。アイロニーの谷口です。今日もパリ店から分岐を束ねていきます。今日はちょっとね、店のね、作り置きの小さいブーケ、プチブーケをね、束ねるところを見てもらおうかなと思っております。バラ、バラ、これはオランダのベーシックな感じのバラで、アネモネ、腐食のアネモネ、スイートピーと、フリチラリア、メディラグリスと、西洋イワナ、ハゴロモジャスミンとユーカリと、ユキアナスピレですね、を使います。はい、結構小さいブーケの細かくこんな感じで試着します。はい、こんばんは、こんばんは、さあこんばんは。あ、ちょっとなんか宣伝しとこうかな、ね。こんばんは、こんばんは。オンラインサロン、コメント固定ね、しとかなんでね。オンラインサロン、入会受付中です。受付中です。はい、アエトラ久しぶりです。さあ、よし、やっていこう。プチブーケ、プチブーケはあんまりラフィネではないので、刃物、足元ちょっとグリーンはね、ネットワイヤーちょっと少なめにしてね、ちょっとボリュームをちょっと出そうかなと思います。はい、いつもと雰囲気違いますね。入会オンラインサロンね、やってますから、サロン、オンラインサロン入会希望の方は、今日もね、朝オンラインサロンメンバーにランジスイッチのねツアーなんかをしてきたんですけども、専用のアカウントがありまして、そこで今こういうねインスタライブやってるのをさらにいろいろサロンでしか見せられない、情報なんかをね、お伝えしております。はい、オンラインサロンはね、アイロニーの育成にね、スタッフの育成に、協力してくださる方に入っていただいて、サロンの、年会費なんかをね、スタッフが練習をねしてるんですけど、その練習のね、日本のスタッフたちの練習の、家財の費用になってます。アイロニーはスタッフになるとね、アシスタント業務が、できるようになると、フローリストを目指してアイロニーのスタイルのギフトフラワーっていうのを作れるようにね、なるためのカリキュラムがあって、トレーニングカリキュラムに進んでもらってます。そのトレーニングカリキュラムがね、いいですね、クリアしていくために、練習をね、就業後にね、お昼休みとか終了後にね、練習に取り組んでるんですけども、その練習の時に使う家財は、会社から、支給されるという感じなので、その分をね、オンラインサロンメンバーに出してもらって手伝ってもらってるという位置づけで、だからアイロニー
世界一好きな花屋にしていこうという、方に、それを育成するね、いい花屋にしていくお手伝いをしていただいてると。その代わり情報たくさんね、はい、情報たくさんお届けしますよ。あと先行販売とかね、限定販売、この後ろにあるクリスチャンコルチュのね、このディアボロック花瓶なんかの、グレーのものがサロンメンバーだけに販売しているものですので、ぜひご協力いただければと思います。月額3300円で、オンラインデモンストレーション1回3300円で見ていただいたオンラインデモンストレーション、サロンメンバー見ることができます。だからもうそのサロンオンラインデモンストレーション見る人はもうサロン入った方が、他の特典も受けられるということでね、お得になっております。ぜひ、はい、そんなあなたが作りたい、ありがとうございます。はい、いろんな種類のね、花を入れております。葉物も3種類ぐらい入ると綺麗かな。ジャスミン、ペダモンとね、ちょっとずつですけども、たくさん種類が入ると豪華ですね。なんか、ありがとうございます。うちの、近所の花屋では絶対見られない花ばかり、そんな素敵な花束一度もらいたいな。ありがとうございます。これもめっちゃ頑張ってね、揃えてきました。日本だとまだ比較的これぐらいのね、花が容易に集められるんですけども、パリはもう本当にすごい花種類少ないので、これをね、これだけの花揃えるのはすごく難しいんですけども、頑張って集めてきています。こんばんは。今12日のプルミエレッスンのパンジーのブーケを束ね直したところです。まだ元気で嬉しい。わあすごい。オンラインサロンアイロニーオンラインストアから入会できます。はい、そう、谷口にね、DM をくださったらリンクを送ります。はい、音楽かけてほしいな。あ、音楽かけてるんです。ちょっと聞こえにくいかな。ちょっとだけ大きくしてもらおう。はい、素敵、ありがとうございます。日本は海外と比べて花の種類が多いのですか？ものすごく多いです。日本はもう世界一ですね。少量多品目の生産をされる農家さんが多いので、本当にいろんな花が、たくさん、流通してますね。で、まあ、花は高くなるんですよ。高いんですけども、土地がね、やっぱあれかな、その小さいのもあんのかな、なんか、その生産性をね高めるために、なんか工夫してね、季節以外の花も、作ったりしてるんね。はいはい、それ葉っぱね、そのくらい置いといて大丈夫かな。はい、うん、そうします。はい、ありがとうございます。谷口さんって、谷口さんっていうのは僕のことですね。谷口さんに DM され、あ、ね、そうなんですよ、僕谷口っていうんですよ。アイロニーの、代表をさせていただいております、谷口と言います。で、谷口の、これ谷口のアカウントなんですね、個人アカウント。そこに DM を送ってもらうと、
僕はリンクを送りますから。はいはい、いいんですよ、いいんですよ、全然いいです。あ、そうそう、これ一応あのワックスに入れてもらって、これでいいか、谷口と申します。花を生きるバランスって難しいですよね。そうなんですよ、難しい。素敵、素敵です、ありがとうございます。ちっちゃい部分ね、やっております。はい、でちょっとラフィアをつけます。はい、感動しました、ありがとうございます。はい、どうも。谷口さんっていうと近所のおじさんみたいでは近所おじさんみたいですよね。まさか、まさかこの方早春っぽいイメージで、早春ですからね。早春ですからね。ですよ。先生ってそんな言われないからね。え？あ、先生ってみんなに言わないから。自己紹介してる谷口さん初めて見ました。そうなんですか自己紹介しますよ、それはね。あ、します、します。飲み会とか行くとね、初対初めてのね、女の子たちとかにね、自己紹介とか行ったことない、行ったことない、行ったことない、おしゃれに行けるポイントとかってあるんですか。自然にね、自然になるよう。はい、これいいですね、綺麗ですね、いい、うん、はい、これぐらいちょっとやっぱ種類入れたいですね。や、調和がね、いい、レトロなピンクのような大きめのお花なんですか。とても素敵です、ありがとうございます。レトロなピンクのような大きなお花はバラのことかな。はい、色合わせのポイントを教えてください。まあ、同系色でまとめることは多いですね。同系色でまとめる、あとまあちょっとアクセント、はい、何種類のお花を使ってますか。今日はね、1,2,3,4,5,6,7 7種類かな。バラ、アネモネ、スイートピー、フリチラリア、スピレ、ユキアナね、ハゴロモジャスミン、ユーカリ、アメリカイワナって8種類ですね。8種類です。はい、チューリップも可愛いです。チューリップ入ってないじゃん。フリチラリアかな。これフリチラリアの。ユーコさん。バラなんですね。こういう色合いも素敵です。ありがとうございます。アネモネだ。あ、そうそう、アネモネね。そうそう、アネモネです。はい、少し赤い花がアネモネ、そう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 、これちょっと変わった色のね、絞りのね、いろんな色が出るんですけど、
ちょっと咲いてるところを見ましょう。こういうね、こんな感じの色のアネモネです。はい、コメントでお花見えません。ちょっと待って、コメント消せるよ。コメントはピロって下の方にできるからね、調整して。ほら、これコメントとこう花見ると谷口が今度見えないじゃないですか。じゃあやっぱもう谷口の顔がもう見たいっていう人もやっぱ多いからね。多くない、そんな多くないです。花だけ見えてればいい。はい、日本にはないのですかね。日本も何でもありますよ。日本何でもあります。全部あります。ない花いいかな。今日は市場に行ったら日本のグロリオサとスイートピーがもう入って、ましたね。谷口さんは見える方が言う。え？ BGM また DM で教えてくださいな。そうそう、 DM くださいね。はい、谷口さんの花束どれも色合いが素敵です。ありがとうございます。日本で仕入れしてるんですか？うん、ランジス市場っていう、フランスのパリから南にね、1時間30分から1時間ぐらいのところに大きい市場があるんですよね。グラミネみたいなグリーンは何でしょうか？これ？これはユキアスピレア、スピレア。先生の好きな花は何ですか？イブピアジュっていうバラがあるんですけども、イブピアジュと、桜が好きですと答えていますが、あんまりなんか特にこれっていうのはあんまりないんですけどね。どれも綺麗だなと思って、アイロニーに仕入れてる花はいいなと思って仕入れてますけど、コメント全然読んでくれない。読んだやん今、アンポポ読んだやん。好きな色とかもないんですよ。だからいろいろね、色扱うからね、ないんですよね。あ、早速2月のプルミエポチりました。アップありがとうございます。あ、リナリコ M さんありがとうございます。2月のプルミエレッスンのテーマを決めてアップしました。チューリップヒヤシンス、他何でしたっけ、チューリップヒヤシパンジーとかね、いろいろ。はい、オンラインレッスンの花の添削はしていただけますか？DM 送っていただければ、いろいろ、まあ、添削っていうほどじゃないんですよ。僕あんまり否定しないので、ご自分で綺麗か思うかどうかで、質問あればね、こうしたんですけどどう思いますかとか、こういうことが分からなかった、分かりにくかったけどどういうことですかとかは説明してます。 DM でお答えしてるので、それぜひね、プルミエレッスン、オンラインレッスンね、プルミエクラスとかアランセゾンクラスいろいろあるんで、オンラインレッスン受けてくれた人は、ぜひメッセージいただければ、写真も送っていただいてね。そうなんです。これでももうね、うちの花は僕も束ね方説明して、皆さんが自分の綺麗な、だからね、自然に戻していくようにっていうふうにいつもお伝えしてるんですよ。でそれぞれ自分が思ってる自然の感覚って、自分が見てきた景色って違うので、その自然の景色って僕は分からないので、どうですか、自分が見てどう思いますかっていう感じで、それをね、探していってもらうと。で最初綺麗かどうか分からないんですっていう人もいるんですけども、じゃあ一回束ね直してみましょうかと。でそうすると、前のブーケと自分が前束ねたブーケと比べてどうですか、で徐々に自分の綺麗が分かってくるので、
だから僕はもうどういう花見てもね綺麗だなと思うんで、僕は割と幅広く綺麗と思えるんです。自分との違いみたいなのを感じますけども、綺麗だなって、たくさんいろんな綺麗さを見つけられる方がいいフロリストなのでね。なので僕はあんまりこうここがこうなってたらなとかこうしましょうかとか意味不明のなんか自分と同じような感じにね教えてくれる先生もあると思うんですけども、でもそれはもうちょっとうちのスタッフたちはね、アイロニースタッフたちはアイロニーの谷口の花を、作って販売していく、皆さんが僕の花を求めてくれてるので、それを作ってくれてるのでね、スタッフには僕の感覚をもう口うるさく伝えるんですよ。ここはこうしてるんだ、こうなったら綺麗だと思うんだみたいなの、それをスタッフたちは、再現しようとしてくれてるんですけども、レッスンの生徒さんには自分の綺麗を見つけていってもらいたいので、なので添削はしてませんけども質問は受け付けてます。ぜひ、はい、はい、オンラインサロンもね、オンラインサロン楽しいよね。ここ今コメントくれてる方々みんなオンラインサロン入ってくれてるんじゃないのかな。みんなで月に1回デモンストレーションのイベントもあるし、ぜひ、はい、ブーケも当たるしね。この花束で何ユーロぐらいですか？これ50ユーロブーケと思って作っています。はい、スタッフさんたちは自分の色を出したくなってきませんか？まあそれもあるでしょうけどね。アイロニーに関して言うと、アイロニーのブランディングの方が、プロフェッショナルとしてね、プロフェッショナルのフロリストを僕は採用して仕事を依頼しているので、プロ意識の高い人は自分の個性を出したいなとは仕事ではあんま思わないかなと思います。はい、オンラインサロンとても楽しいですね。楽しいね。ね、はい、アレンジメントのレッスンもまた見せていただきたいです。あ、これでもやってますよ、オンラインレッスン。このインスタグラムのライブアカウントでやってますからね。はい、プロフェッショナル、そうなんです、プロです。プロのフローリストとしてね、誇りを持って仕事をできるようにね、はい、やっぱり自分を出したい人はやっぱアーティストとしてね、一から自分で頑張ってもらうといいなと思うんで、はい、お花初心者です。ブーケを束ね直して練習して3日くらいでステムが傷んできます。強く握りすぎなのでしょうか？そうですね、強く握りすぎですね。もう手はもう添える程度で大丈夫ですか？添えるだけ、ね、ジャンプシュートと一緒ですよね、はい、左手は添えるだけってね、もう左利きなんで右手は添えるだけですけど、もうちょっとこうね、ちょっと添えるだけで大丈夫。はい、オンラインサロン楽しんでます。サロン楽しいよ、みんなもありがとうございます。はい、谷さんは割と同系色でまとめてる花束が多いんですか？ね、そうなんですよ。アイロニーってギフトフラワーがメインなんですよ。オーダーメイドギフトの花でプレゼントとかの贈り物を、一番軸にしてるんですよね、アイロニーは。誰かに花を贈る時に、使ってもらいたいなと、そこからスタートしてるので、贈り物にするとね、贈る人が買う人がね、この花を買う人が好きでも、もらう人が好きじゃなかったらあんまり成功しないので、その花贈りがね、なるべくね、たくさんの人に綺麗と感じてもらいやすいように、
色の部分ではあんまりこう特殊な色合いとかっていうのをしないようにしてます。で、花がそんなに知らない人も、あ、なんか綺麗だな、自然な感じがするなっていうのと、でもよく花知ってる人とかね、いろいろ見慣れてる人にも綺麗と感じてもらえるように、組み合わせをもうとことんね、その中でもこう花の個性とかはね、それぞれの質感とか個性とか珍しいものがちょっと入ってたりとかね、そういうことで、いろんな人に綺麗と感じてもらえる花を追求しています。だから色の部分では同系色が割と多いですね。はい、先日オンラインサロン入会しました。ありがとうございます。ありがとうございます。アイロニーの国重さんのハサミ、お花の先生にとてもよく切れていいハサミだねって褒めていただきました。ありがとうございます。ハサミ もびっくりするぐらいね売れてます。ありがとうございます。もらう人が喜んでもらえない、すごくよくわかります。ありがとうございます。はい、うん、さあ今日でも多かったですね。今日本10時5分、パリ今2時5分です。はい、10時ぐらいするとやっぱり一番人多いかな。今日300人ぐらい見てくれてましたね、最初多い時で。ありがとうございます。愛ちゃんさん、愛ちゃんさん、愛ちゃんアイロニーじゃないですか、アカウントが。ありがとうございます。もうアカウントに名前入れてしまうぐらい好き、アイロニーが。ありがとうございます。お友達に送っていただいた画像もメールでくださり嬉しかったです。そうなんですよ、あのオンラインストアからご注文いただくと、送った人はね、受け取る人は花見れるけども、依頼主がね、一番やっぱりアイロニーの花好きでうちを選んでくれてるのに花見れないといけないので、あの全部写真撮ってメールで、こういう花送りましたよって送ってますので、ご安心して、ご依頼いただければと思います。はいはい、誇りを持ってお仕事できるって一番大事なこと、幸せなことだと思います。アイロニーさんが人気の理由が分かりますってなるといいんですけどね、誇りを持って仕事をできるといいんですけどね。僕らもそうなるように努力してます。スタッフがそう感じてくれてるといいなと思います。はい、市場見たかったな、パリ行きたいです。はい、ウナパロラインイタリアの大でしょうねこれね、うん、グラッツェ。ライブ配信楽しいです、生の声が聞けて分かりやすいです。そうですよね、ありがとうございます。ありがとうございます。パリ行きたい、パリ来てください。なんかいろいろ用意しておきます。明日ね、次のパリ店店長の、サチエンヌが明日ようやく谷口から遅れること1週間、パリに到着しますから、明日からまたガンガン日本の皆さんに発信して、日本の人たちがパリ店来た時にね、サチエンヌもいろいろガイドしたりとかね、いろいろ楽しんでもらえるように、たくさん発信していきますのでよろしくお願いします。パリのドライブ動画も良かったです。あ、そうそう、ここでもやってますけども、オンラインサロンではもうね、もうドライブでもパリもね、至るところをもうドライブでお連れしてますから、ぜひ。イタリアは何時でしょう、こんばんは。イタリア一緒じゃない、11時じゃない、2時じゃない。インスタライブ時間は決まった時間なんでしょうか。だいたいね、これぐらいの時間から、まあ、こっちで2時3時にするんで、日本だと10時11時ぐらいにすることが多いです。はい、ガクスの牡蠣、合わせやすいものを教えていただけますか。僕一番最初おすすめしているのはこの、クーナムのグレーか、
長、このね、長っていうタイプ、これゴールドですけども、これのグレー、この色もあるんで、この色なんでも合わせやすいんですよね。なので、長、このタイプ、長 M グレーか、クーナム S グレーをおすすめしてます。おすすめしてます。はい、ぜひ。フランスオリンピック楽しみですね。本当ですね、本当に。はい、勉強になります。私もそんな花を束ねられる人になれるように頑張ります。頑張ってください、頑張ってくださいね。アイロニーの花を束ねたいっていう人がね、スタッフで言ってくれるとね、ああ谷口の花がやっぱ束ねてみたいなっていう人がいてくれるといいですよね。アイロニーで働いてほしい、そういう人。日本とフランスでのお花の違いとかってありますか？ありますとも、ありますとも。はい、お話の仕方が優しく目に届きます、耳に届きます、分かりやすいです。ありがとうございます、ブロスさん。フランス城行く予定はありますか？どうかな、冬は空いてないからね。なんか撮影したいって言ってあんまり頼めば入れてくれるかもしれないけど、冬は結構もういないことも多いんでね、いけないかもしれないです。ちょっと事前に言っとこうかな、早めに。はい、谷口さん決めました、ディアボロ2サイズ買います。絶対入荷したらお知らせください。あ、リナリコ M さんありがとうございます。もう届いてるんで、販売開始をお待ちください。新しいね、オンラインストアの方で販売すると思います。ナイフも、ディアボロも新しいオンラインショップで、販売が始まると思いますので、ストーリーズでまたリンクをね、バンバン送りますからね、そこでぜひ。ジャスミンは切り花で出回ってますか？出回ってるんですよ、それが。ジャスミン、めっちゃしっかりしたアボロマジャスミンが出回ってます。うん、やっぱああいうの強いんですよね、フランスは。ああいう系は強いね、グリーン、刃物系はね。リンクをね、ペロッとね、送ります。ペロッと、はい、ペロンチョしますからね。え、ペロンチョじゃ。今日アップされていた布はどう使うと可愛いですか？どの色か欲しいと思っています。あのボルゴの、テーブルリネンですね、ナプキンなんで、食事の時とかに1個ずつ置いてあるやつです。シーザーにかけたりとかする分なので、そう使ってもらってもいいし、僕ら花屋はちょっとフリルがね可愛いんで、こうこの花瓶の足元に置いたりとかで、今日来る、明日来るサチエムがね、シフォンとしてね、シフォンって雑巾のことをシフォンってパリだと言うんですけども、まあ、こういうので床拭いたり、このテーブル拭いたりとか、床は拭かないするように花屋ってこれよく使うんですよ、シフォン。で、ラジオネはここにいつもね、ボルゴのナプキンをね、こうかけてるんですけど、これでサッサッって拭いたりするのはおしゃれなので、ちょっとアイロニーであれ、ちょっと制服的な形でみんなに支給してね、同じ色のもの、あれみんな身につけてもらおうかなと思ってるんですけど、なんか制服とかもあればいいんですけどね、カチッと揃ってる感じでね、一体感をね感じられる、ちゃんとしっかりブランディングしていきたいなと思ってるんですけど、ちょっとずつです、ちょっとずつ頑張ってます、ちょっとずつやっております。はい、その花瓶には何色がありますか？この花瓶、これいろいろ何でもいけますよ。これ万能です、このグレーは万能です。はい、贅沢です、おしゃれ。
楽しいな。ありがとうございます。ミスターライブか。ミスターライブ楽しい。昔はね、これここであのブーケ束ね終わるとこの後1時間ぐらい喋ってたんですよ皆さん。でその時にもぐもぐタイムって言ってね、谷口が、はい、お帰り、お菓子ばっか食ってたんで10キロぐらい太ってたんですよね。でコロナで今15キロぐらい落としたんで、あとでもパリ来るとね、花瓶は海外からでも、おう、花瓶海外からでも購入できますか。え、どういうこと。日本じゃない、ニューヨーク、ニューヨークの人ってこと。てるちゃんさん、今はね、今はちょっとまだ対応してないんですよね。対応してないんですよね。ちょっと余裕が出てきたら海外したいんですけどね。シフォン、まあタオルね、タオルみたいな感じですけど、雑巾っていうとねあれですけど、はい。アイロニー T シャツ、ネイビーにボルゴのナプキン、腰にピュッてしてるとかっこいいな。そう、そうなんですよ。アイロニーネイビーが、コーポレートのメインカラーですからね。はい。どうやって体重落としたんですか。食事制限と、トレーニングで。コロナの頃にね、最初の頃に。今も大変ですね日本ね。こっちもそうですけど、こっちもテレビ見ないんであんまりこうみんなそんなに悲壮感がない感じですけど、生活に関してはね。ただもう経済はもうやばいっすね、やばいっすね。今日はたくさんの質問すいません。お花を扱うにあたりやっぱり色彩の勉強必要ですか。私は色彩は感覚でいいと思ってたんですが、ご自身でお仕事するっていうことかな。ご自身一人でやるんだったら別に感覚でいいと思うんですけども、なんか人に教えたりとか、みんなで感覚を共有したりみたいなね感じで、僕の場合スタッフと同じものを作るっていう、スタッフに同じものを作ってもらうためにそれを伝えていく必要があるので、ちょっと色彩についてのこう基本的なこととかはね、把握しましたけど、はい。毎日ライブ楽しいです、ありがとうございます。フランスの方はどのようなお花のオーダーが多いのですか。どのようなお花でしょうね。なんか日本とそんな変わらないですけど、宇宙もこれがうちのブーケです、これ欲しい人っていう感じなので、だからあんまりなんかどのようなオーダーっていうのが、まあでもフランスの人の方が、フローリストをちゃんとアーティストとして見てくれる人が多いように思いますね。でそれプラスフランスの人は、すごく主張も自己主張も強くて、自分が好きなものっていうのは分かっているので、なんていうんですかね、何でも作りますよっていうようなフローリストにはやっぱあれこれいろいろ言ってくるんですけども、アイロニーはアーティストとしてアイロニーが綺麗と思ってるものをおすすめする花屋ですよっていうふうに、谷口が綺麗と思ってるものを作ってますっていうね、だからレストラン行ってシェフになんかロバタ焼きみたいな感じに、じゃあそのしいたけをこうしてもらおうかなみたいな感じじゃないじゃないですか。レストラン、そのレストランもうメニューをシェフが決めてね、ちょっとねなんかこれアレルギーで抜いてくださいとかそういうのはあるけどね。でももうそういう感じで、アイロニーは綺麗なの、綺麗と思うものを提供していくっていうことでクオリティを保ってお客さんに安心して買ってもらうという、はい、と思っております。はい、注文したお花もとても素敵でした。足当てありがとうございます。足当てさすが、ありがとうございます。
職場の同僚も谷口さんの動画見てました。 ありがとうございます。嬉しい。みんなで谷口の噂話をしてください。なるほど、勉強になります。ありがとうございます、だからもう僕フランスパリ店だともうめちゃめちゃ喧嘩したりするんですよお客さんと。もう揉めに揉めて、いやいやつでやらないみたいなね感じでね、いろいろ言ってくるんでね、これもこうでこうしてほしいみたいな、いやちょっとそれはやりたくないみたいなねよく喧嘩するんですよね、はい、頑固おやじの店みたいな、けんなっつってね、お目に売るもんはねけんなっつってやることもあります。でまあ、うちの花の価値を感じてくれてない人はね、別のところに行ってもらった方がやっぱいいので、ね、みんな満足すると思う。近くだからって来ないでほしい。もう一歩足を伸ばせばいいじゃないかというね、パリの間は昼に夜にインスタライブが不意打ちにあって面白いけど見逃していそう。見逃してもアーカイブに残ってるからアーカイブで見て。回答ありがとうございます。お店を持つのが夢なので自分の感覚磨いていきます。花心地さん頑張って。スタイルは決まってるのですね。ありがとうございます。 This is gorgeous ビビアンさんありがとう。中国の方かな。3月末にブーケをお願いしたいと考えています。どんなお花が入りますか。3月末か。3月末ラナンキュラスとかまだあるかな。もう3月末になってくるともうそろそろ春の花も終わりなので、4月はやっぱバラとかかな、ですかね。市場のライブ残ってますか。市場のライブは、オンラインサロンアカウントに残ってますよ。オンラインサロンアーカイブに残ってます。バラ切っては挿し木してます。あーいいじゃないですかね、すごいね植物ってね。谷さん束ねるお花とっても好きです。同じくらいトークも好きです。ずっと聴いていられますね。ありがとうございます。この曲素敵ですね。ありがとうございます。これプレイリストをね、僕これ YouTube にアップしたりとかするんで、YouTube で、アップしても大丈夫なように、著作権フリーのねサブスクリプションで月にいくらか払って音楽を使わせてくれるエピデミックサウンズっていうところからね、ちょっと耳障りのいい音楽を選んできてるので、そのプレイリストが、ペロって DM くれるとペロって送ったりしてますから、それも DM ください、はい、でプレイリストありがとうよかったわっつって、じゃあ私もオンラインサロン入ろうかしらみたいな感じでね、オンラインサロンどんどん入っていただけるもしくはまあフラーベース買っていただいたりとか、プルミエレッスン受けていただいたりとか、いろいろしていただけると良いなと。アネモネの色合いがとても可愛いのですが、ミックスでの入荷ですか。これ自体がミックスカラーバイカラーみたいな感じなんですけども、このね絞りの出方がいろいろ結構ムラがあるんですよね、はい、だから、品種というか統一感はありますけども、いろんな色のものではないですね、はい。
ございます。さあということで、終了しましょうかね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今週末はもうそろそろあれかな、明日にでもルーキーを束ねて、土曜日かな、土曜日束ねて撮影とかに行くかもですね。都合は沼ります。今年も買いますよ。美香さんありがとうございます。いろいろありますから、マックスね、マックスいろいろありますから、ぜひいい紙あるともう花を生けるのも楽しくなるしね。あの花の楽しみ方が、楽しめ度がもうかなりグーンとアップしますから、特にこのブラックスはね、アイロニーのブーケを楽しんでもらったりするのもいいし、この辺りの、4月の牡蠣っていうね、ゼッテアソシエの4月の牡蠣とか、この、クリスチャントルチュのディアボロベースなんかはね、少しの花でも本当に綺麗に見せてくれたりするので、すごくいいと思います。そして、写真集ね、パリの花束、この写真、こういう写真をね、撮影するところをライサロンでも見てもらってるので、パリあちこち行ってね、撮影風景なんかも見てもらってるので、ぜひ、オンラインサロンを楽しんでいただければと思います。このパリの花束は、写真集は、僕写真集、4冊出てるんですけども、今売ってるのはこれと、このフラビアスというね、これ500円、1冊500円の写真集、結構なボリュームですけども、これね、1冊これ500円なんです。これは各全国書店でも売ってるし、これアイロニーでも売ってます。で、これね、アマゾンとかでも売ってるんですけども、今なんかアマゾンすごい高くなっちゃってるんで、アイロニーのオンラインストアで買ってください。で、送料かかってくるんですけども、アイロニーのオンラインストアで買うとポストカードがセットでついてくるので、ぜひパリの花束はアイロニーのオンラインストアでご購入ください。で、フラビラスは書店でも売ってますけども、割と30店舗ぐらいなんで、書店扱ってくれてるの、ツタヤさんとかねはあるんですけど、これもアイロニーオンラインストアで買ってもらうとちょっと運賃かかってきますけども、ぜひアイロニーでご購入ください。はい、ということで、やっぱりね、やっぱり谷口優も頑張って売っていかないといけないなと思って、頑張ってジャパネット高田をしていきます。ジャパネット高田でいきます。ね、花のこととビジョンと理念をね、語っていくだけではなかなかちょっとやっていけないので、頑張って打っていきます。はい、初コメント失礼します。親子でファンです。写真集買います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、買います。あ、みんな買ってくれる、ありがとうございます。ありがとうございます。ぐっさん頑張って、頑張ります。頑張って打っていきます。はい、ということで、利益大事そうなんです、存続していくためにね、本当にね、大変ですから、ね、パリにね、僕らみたいなちっちゃい店でパリに店を持とうと思うと本当に大変なので、でも面白い花屋にねなってきてると思うので、頑張ります。引き続きありがとうございます。はい、アイロニーでの初めてのお買い物はフラビラスでした。おお、嬉しい、ありがとうございます。はい、ということで、また今日もライブありがとうございました。ありがとうございます。皆さんたくさんコメントいただけると本当にね、この質問とかもらえるとライブがすごく充実するので嬉しいです。ありがとうございます。はい、オンラインサロンでもまたたくさんやってきます。写真集買います。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。はいはい、で、あ、オンラインサロンのメンバーの人には、僕が気に入ってる、ディオールのディレクターのね、写真集、こっちでしか売ってないんですよね。それをオーダーもらったら今回買って帰りますから。あと、虎のドアマットをね買って帰りますので、そのオーダーの集計を取ります。
はい、というライサロンメンバー欲しい方は、あの後でちょっと告知しますから、欲しい人言ってください。虎のドアマットも、あの写真集も、アマゾンで発注しないといけない。はい、持って帰ります。はい、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。花本ベース谷口さんアルニスさんは好きになる入り口が多いです。あ、そう、嬉しいです。そうですね、入り口ね、いろんな入り口からアルニの花を楽しんで、あ、いいなと思って入ってもらって、そしてオンラインサロンの方にこう行ってもらって、そこでね、アイロニバナ好きと仲良くなってコミュニティでね、でそれが一番僕価値があるなと思ってるので、ぜひね、アイロニーオンラインサロンでアイロニーファンライフを楽しんでもらえれば、世界一好きな花屋がある人生っていうのをね、楽しんでもらえる花屋にしていこうと思ってますので、ぜひオンラインサロンお待ちしてます。ありがとうございました。では。